にちは。ストレイキッズのエイト開けていきます。よいしょ。スキズの日本のアルバムとかは動画に出したことがあるんですけど、本国のアルバムは開封動画撮ったことなかったので今回が初めてです。スキズ再結成じゃない、スキズ再契約おめでとうございます。いやもう絶対してくれると思ってたけど、でも思ったよりその再契約してくれたのが早くて、まだ8ヶ月あるのにもう全員が再契約決めてくれたのがもう嬉しくて、もう8人っていう人数がいて、全員が同じ考え同じ方向を向いて歩いてるっていうのって当たり前じゃないですか。だからその分そのスキズの絆の深さっていうのが見れたし、このステディークの動画とかエイトのイントロとか見ても8人で永遠に一緒にいたいとか言って、素晴らしい、本当になんか安心です。本当安心してついていきますよ、これからも。ということで、このスキズの集大成、この7年間の集大成というこのアルバムを開けていきますねどうしようかな。これが限定版でしょ、8バージョンで、チップインバージョンで、レターバージョンとアコーディオンみたいな名前のやつとメモが2種類ですね。どうしようかな、ちょっとこのこっちから開けていきます。まずレターから開けていきますね。ワルツも発表されたじゃないですか。でソウルコンのチケッティングめっちゃ大変でしたよね。日本も6日間あるので楽しみ。どうやって開けるんだろう。うわ難しい。めっちゃもう本当の手紙みたい。うわよし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 。入ってんじゃん。トイレか出そう。内容物。うわあすごいかっこいい。めっちゃかっこいい CD。こんな感じ。あワンちゃんいる。ワンちゃんあめっちゃかっこいいじゃん。あリノ全員入ってんだ。リノチャンピン。うん、カンフィリックス好き。すげえな。すげえ。やだちょっと嘘。ちょっと出しすぎじゃない。丸出しじゃん。うわっ。あいえすげえ太。こんなに腕太かったっけ。わめっちゃかっこいい。でトリカが1枚入ってるって感じですかね。せーの、はい、チャンビン、チッチッポン、チャンビンでした。レターバージョン、レターだね。こんな感じ、CD とポストカードとトレカが1枚って感じですね。今回のアルバム、まあ、チッチッポン、もう好きだけど、アイライキ。もうめちゃくちゃ好きで、いや、歌詞はやばいけど最初のスンミンの入りやばくないですか。めっちゃかっこいい。あとその次のランナーズめっちゃかっこいい。あとストレイキッズねストレイキッズマジ泣ける、本当にやば。これ超開けづらいやつ。なんか私はステイになってまだ3年くらいなんですけど、でもストレイキッズの MV とか歌詞とか見てなんかめちゃくちゃ泣けちゃって、これデビューの時から応援してるステイ、これやばいんじゃないかなって思います。ちょっとデビューの時から応援してるステイの方、もしこの動画見てたらちょっとコメントでストレイキッズのミュージックビデオの感想ください。待って全然開かない、どうしよう。開いた、はい、かっこいい、めっちゃかっこいい。何これどうやって開けるの。男なの。かっこいい。やばい。
行きませんね、やばやば、やばすぎる、大人になってる。あ、来るか。2枚プレオーダーと通常のやつ、せーの、はい、リーノの入ったピリクス、かわいい、かわいい、かわいい、めっちゃなんか、めっちゃ緑、なんか、え、めっちゃなんか顔も緑、すご、え、アイドン、ユードン、プレイドン、まだなんか入ってる、あ、あれだ、リップだ、リップ、せーの、はい、誰、あ、ハンジソンだ、すぐわかる、ちっちゃ、これ思ってるちっちゃかった。もうちょっと大きいかと思いました。これはどうやって使ったらいいんですか。これは持ち歩くのこの使い道をちょっと教えてほしいんですけど、ハンジソンちゃんが出ました、かわいい何か、どうしたらいいんだこれ。あとは CD、 こんな感じ、スーミンって書いてある、いいですね。わー、めっちゃかっこよかったな、これ。次、メモ2種類開けていきます。このアルバム引っ提げて終わりするの絶対楽しいですよね、めっちゃ盛り上がりそう。こんな感じ、トレカが8人分とプラスで1人分入ってるって感じですよね。なにこれ、あ、ちょっとフィリックス出てきた、え、ちょっと待って、あ、ちょっと、え、これ、あ、これ見せちゃダメなやつ、え、フィリ、バンちゃん、リノ、チャンビン、ヤンジン、ハン、フィリックス、スミン、本当にちょっと露出しすぎじゃない、君は尊敬されていいの、アイエン、で、フィリックス、これあれじゃん、フィリックスじゃん、ピリが出ました、なんかピリよく出るんだけど、かわいい、ピリかわいい、めっちゃ、このさ、最近あのピリとかヒョンジンがつけてるこのカラコンってあれ、ビビアンのやつなのかな、めっちゃ綺麗、欲しい、買おうかな、買えるのかな、調べてみよう。次、白、ウンガンさんとスンミンのコンテンツめっちゃ面白かった。はい、アイちゃん、リノ、チャンビン、ヒョンジン、ハン、何持ってんだこれ、なんかお尻みたいになってる。ピリ、スミン、スミン、スミン、何、スミン、アイエン、チャンピン、なんかチャンピンとピリチャンピンとピリばっか、こんな感じ。ちょっと待って、スミン出てないじゃん、大丈夫かな。でもこんな感じです。ちょっとスミン、ちょっとスミン来てください。じゃあ次、通常版から開けていきます。あの最近のあの野外フェスのセトリやばくないですか。てかチャマーとかさ、あのベースがかっこよすぎる。あとドミノね、ドミノ、ヘドバンドミノ、あれ割り水やっていかないかな、あわよくばちょっと水もかけられてみたいこっちからいきます、オープン、あー、こんな感じなんだ、カバーの中にいろいろ入ってるって感じ、なんか見えちゃいそう。CD から、 CD 緑、こんな感じね。これはなーに、かわいいステッカー、パンちゃん、リノン、チャンビン、キャンジン、カウン、フィリックス、このピリヤバくないですか、めっちゃかわいい。ちょっとスミン、スミン、なに、スミン見えないよ、顔がかわいい、かわいすぎる。サイエン、なんかワルツでやっぱその7年の集大成って感じだし、今までのタイトル曲を全部やってほしいなって思って、 I am you とか、そのエレベーターからその全部タイトル曲、 D9 マイペース、 I am you とか、なんかそのレバンタとか、ソリ君マニアックとか、そのタイトル曲全部やってほしいなっていう願望です。せーの、はい、あ、エアフラだ、エアフラだ、せーの、はい、あ、リノ、ちょっと待って、リノと
リノとピリとジャンミンしか出ないじゃん。かっこいい。当たり前。これなんだろう。はい。あ、全員だ。かわいい。かわいすぎ。かわいすぎ。わ、わ、あはは。マガリンズ。え、何してんのこれ。面白い。え、かわいい。かわいい。めっちゃかわいい。あむひひ。かっこいい、ワンちゃん。これはこれ、なんだこれ。つながってんだ。リン。めっちゃなんか、あれみたい。ジェジュン先輩みたいな。ジャンビン。ジャンジン。ハン。かっこいいじゃん。ピリ。スミン。かっこいいスミン、ちょっと。アイエン。かわいい。あー可愛い、このサボテン美女、サボテン美女めっちゃ可愛いっすよね。可愛い、ちょっと映せないけど、全部映せないけど、すみ、保護者ポーズしてる。すみ可愛い。これちょっとパラパラでいきます。パラパラパラ。すみだけど。可愛い、可愛い。え、なんか海可愛い本当。すみ、すみ僕見てる。可愛い、可愛い、可愛い、可愛い。次こっち開けますね。なんかどうしたらスキズみたいにこんな絆の深いチームが出来上がるんだろうって最近よく考えてて、赤かっこいい、赤です。なんかずっと7年間ずっと一緒にいるじゃないですか。でも誰一人もはもうやだもういいわとかならないで、ずっと8人でいたいってみんなが同じ気持ちでいられるのってすごくないですか。やっぱバンちゃんがいい人だからついてこむって なって、でみんなもいい子だから、みんながいい子だからこういうことになってるんですよね。素晴らしい。本当に素晴らしい。いいグループ。かわいい。かわいいわ、ほんと。誰か、せーの。はい。スミンだ。嬉しい。やった。しかもこっち。やった。めっちゃ嬉しい、このサボテン美女。かわいい。嬉しすぎ。はい。お、これ、なんて言うんだっけ、このキミン。なかなか覚えられなくて。いやー。バンチャンビン、バンチャンビンにしよう。かわいい。ね、めっちゃ嬉しい。やった。やったやった。自力できると思ってなかった。嬉しい。かわいい。かわいすぎ、背中広。かわいい。じゃあ、通常がこんな感じでーす。限定版開けます。オープン。え、かわいい。なんかこの柄あれみたい、ファイブスターのあれみたい。あの時のなんだっけ、あれ、じゃん。なにこれ、ギリクレバー。強かった。おしゃれ。箱に何かが入ってて、面白いステッカー。あー、すごい。かわいい。かわいい。なんか個性的。面白い。かわいい。かわいい。かわいすぎる。あ、トレカ入ってる。トレカ1枚。あ、家には入ってた。なんだろう。家には入ってました。知らぬ間にカメラ止まっちゃってて、ずっとカメラ止まったまま一人で喋ってました。
な感じで、じゃあ開封終わりました。改めてスキズ再契約とエイトの発売とワルツおめでとうございます。では次の動画も見てくださると嬉しいです。